チャッキーオーチの80年代ホラー映画館。フェノミナ。はい。イタリアのスプラッター、ホラーの巨匠、ダリオ・アルデント監督の大傑作映画ですね。はい。サイキックを使って、虫と交信する少女が、そこの町に根強くある美少女殺人事件の犯人を追うというストーリー。主演を、なんと、この映画が初主演になるんですかね。その前に、マンサーボンのタイムインアメリカがあったんですが、これが初主演になると思います。ジェニファー・コネリー、この間、トップガンマーヴェリックでも綺麗な姿を見てくれてましたよね。はい。ジェニファー・コネリーが演じて、話題になりました。本当に、ホラー映画界でこんな美少女がいるのかっていうぐらいの美少女ぶりでしてですね。当時、中学校3年生かなの僕はもう大興奮でしたね。はい。で、クランキーサウンドシステムというシステムが使われてまして、これはなんてことはない。ちょっとした言うたら、ラジオから音を聞いて、同時視聴ができるという風なシステムでありまして、ちょっと音がこもった感じに聞こえるというやつですね。はい。フェノミナは、音楽も良くて、ハードロックもありながらも、元ゴブリンのコロデオシモニティの、楽曲がすごく綺麗で、もう、スイスの風に吹き渡るような凄さがありましたね。はい。で、相変わらず、ビジョンに、ウジ虫というね、なんという掛け合わせなんだろうと思うぐらいのアクションぶりなんですけども、途中でジェニファー・コネリーが落ちたプールはチョコレート製らしいですよ。実際のところ甘かったらしいですね。はい。それ聞いて安心しました。で、ハエの群れはコーヒーの出がしらを使っているらしいです。うまく見せてますね。はい。最後のオチというか、猿がね、復讐するっていうのはちょっとやりすぎかなと思いましたけども、とっても大好きな映画です。皆さんも、機会があったら見てはどうでしょうか。フェノミナでした。